俺がいつお前に疑われるような態度取った？俺はそんな覚え一度もないぞ。いらない。あんたがいてもいなくても俺には関係ないから。俺の生活の邪魔はしないでくれ。最低でも2メートル離れて。学校でも一切話しかけん。頭の悪い女嫌いなんだ。お付き合いするつもりないから。そのお守り手作り。会場に着いたら捨てる。巻いといていいことがあった試しがないもんな。相原が気絶してるぞ。うち出ていくの？やっと元の生活に戻れるって感じじゃね。どこが公平なんだ。あんな奴と組んで勝てる奴がいたら世界チャンピオンにだってなれるぞ。絶対に俺の邪魔だけはするなよ。松本、日曜暇だからいいよ、映画。ネギはね、頭が良くなるんだって。だったらお前が食えよ。お見合いするって本当？ああ、今週の日曜日だ。俺が気に入った人なんだ。お前からコトコを奪う。好きにすれば。サオコさんって本当に素敵な人だね。美人だろ。料理もうまいし。彼らには彼らのレベルがありますから。俺は寝るぞ。せっかくのハネムーンなんだよ。直樹さん、一緒に注文しに行きましょう。じゃあ私が。いいですよ。じゃあ行きましょう。ったく、もう二度とやんねえから。ちょっとは自覚しろって。そんなくだらないことに付き合ってられるかよ。それが分かんないようなら一緒になんかいられない。まだ席入るつもりないから。はぁ？ちょっと考えるところがあって。こらぬ結婚なんて言えないよ。じゃあやめれば。運よく席も入れてないぜ。バカバーカ。じゃあお前、鴨狩りと一緒に帰ればいいじゃねえか。情けなくてもうクタクタで。やめるか、看護師。それも一つだろ。おはよう。むくんだ顔で見てくんなよ。目覚め悪いな。なんてまたかっこよくなった。また美人になった。大好き。